住まい探しはスーマルで検索。まだここにない出会い、リクルート。スタート。スーマー、ありがとう。ありがとう。思います。はい、あおちゃー、邪魔すんでー。ありがとう。ありがとう。第2弾ですね。じゃあ第3弾も、はいはい、はい、まだ2弾終わってもない。 ね、またでもスモくんに会えるのが嬉しいですね。まんまるスモくん嬉しいな。近くなってるかもしれんで。どうしよう。はい、じゃあスタンバイします。はい、まもなく。じゃあカットよ、本番で。相変わらずやっぱスタッフさんの数が多くてびっくりしますね。僕らのミュージックビデオの撮影とか10分の1ぐらい10分の1もちゃうって2人しかおらんって。2人か、スタッフ2人とかでやっとんねん。よーい、せーの。最初は嬉しいからいいんです。嬉しいからいいですか。じゃあ嬉しいから。嬉しい。はい、カット。ありがとう。いいっすね。ありがとうございます。ちょっと確認します。いいっすか。いや、すげえ。いいよ、場所が。せーの。はい、カット。はい、カット。すごい、いい、いい。今回またね、作り直して、はい、また別のアレンジでね、はい、まあ、あのヤバイ T シャツ屋さんの初期楽曲、うん、猫飼いたい曲をね、うん、ベースにね、うん、スーモマーチにアレンジしたんですけどね、可愛いとかね、うんうん、お客さんも一緒にね叫んだりとかね、うん、できると思うし、やった時にみんなでまた盛り上がれるんじゃないかなと思いますね、うんうん、はい。ありがとう。ありがとう。そしてあのムツゴロウさんと共演されたんですけども、ムツゴロウさんだってテレビでさ、うん、ずっと見てたじゃないですか、うん、幼き頃からね。まさか会えるとは ね、 でもなんかできることならこうワシワシってしてほしかった。あ、してほしかった。されたい。森本だがされてるとこ見たかったわ。よースタート。よーしよし。いや、僕はね、若い人と付き合うのは大好きなんだ。若い人とね、一緒に何かをやれるっていうのはね、嬉しくてしょうがないですね。もうだからね、そばにいるだけで楽しかったですよ。出来上がるの楽しみですね。これね、ぎゅーっとほら、ほら、へこむじゃないですか。ほら、へこむ。ほら、こんなにへこむんです。ね、相撲ってのは面白い生き物です。理想の起こされ方などあれば教えてください。理想の起こされ方を聞いていきましょう。やっぱね、うん、こう寝てて、うん、寝ててで、なんかふわっと、お、何、朝ごはんの香りがいい、ふわっといいですね。お味噌汁のはっって言って、お、起きるっていう。森山は森本な、うん、昼の太陽の明かりにそっと肩を叩かれる、うん、ええやん、めちゃくちゃええやん。あ、これ日光で起きたい、あ、眩しいって言って、うん、理想のでっかい猫に、理想のでっかい 猫に、はい、うん、こう体のしかかられて、うん、え、苦しい苦しい苦しいって言って目覚めたら、うん、なんや理想の猫かいって言って起きるのが理想の猫って。なんや理想の猫かい、起こされ方が理想の話よね、うん、実はですね、うん、今、うん、新しいお家探しております、うん、スーモの、うん、アプリ、あ、使ってんの、使ってますか皆さん、うん、使ってますか、うん、使ってます、便利、超便利、あの、だいたい理想のお家の条件って、はい、そんなに変わらないと思う、まあね、例えば予算とか、はいはい、だからそれは毎回こう開くたびにそれをポンとこう保存されてるから、はい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 、すぐに出れる。なるほどね。でもどんどん新着物件が入ってくるから、たまらん、もうスマホを持ったらチェック、うん、絶対チェックするの何、独立洗面台の有無。なんだそれ。それなんなん、うん、独立洗面台っていう言葉ありますよね。わかるで、独立洗面台。チャレンジしてみたいこと、いやでも目標みたいなのはね、はい、もうずっとあって、うん、もう何年 ?2015 年、はい、から、はい、あの紅白歌合戦に出るっていうのをね言い続けてますので、はい、それを目標に今年もね頑張りたいなと思ってます、はい、スモ
取ってつけたすんびっくりした。いやいやいや。